ハート・ローゼン・ウィンケルは、アメリカ合衆国のジャズギタリスト。1970年10月28日に、ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれる。その後、バークリー音楽大学に入学し、約2年半在籍するが、ゲイリー・バートンのツアーのサポートメンバーとして誘われ、そのまま、活動拠点をニューヨークへ移しプロとしてのキャリアを、スタートさせた。その後、ローゼン・ウィンケルは、 ブルックリンに移った。1990年からジャズカルテットヒューマンフィールに参画した。1994年にニューヨーク市のグリニッチビレッジ地区に開店したジャズクラブスモールズを拠点とするようになり、マーク・ターナーと本格的に共同作業を行うようになった。初リーダーアルバムイースト・コースト・ラブ・アフェアはこのクラブにおけるライブ録音である。 1995年、全米芸術基金から作曲賞を受賞し、バーブレコードと契約した。その作曲能力を発揮した、The Enemies of Energy は1996年11月に録音されたが、2000年まで発表されなかった。この期間に、インパルス、レーベルの下で録音された、Under It All も、レーベルの統合。 生理の騒動に巻き込まれて未発表のままとなっている。1999年、ブライアン・ブレードザ・フェローシップのギタリストであった、ジェフ・パーカーに代わって、同バンドに加入して、パーセプチュアルを制作した。2000年、名優マーク・ターナーと共に滅タクインテットに参画、した。キューティップと知り合ったローゼン・ウィンケルは、 ドラムサンプルの提供を受けながら共同して、コンピュータ上で作曲するようになり、アルバム、ハートコアを制作した。後に Qtip のアルバム、ザルネッサンスにも参加。しかし、ハートコアの制作後は、しばらくアコースティックな作曲に回帰する。レメディ、ライブアットヴィレッジヴァンガードは、名優マーク・ターナーをフィーチャーしたアコースティックなライブアルバムとなっており、ターナーが作曲した曲、 マイロンスワールドが含まれている。2013年、エリック・クラプトンが主催したクロスロードギターフェスティバルに招聘され、ジャンルを超えた存在感を示した。カイピは、久しぶりにデジタル多重録音を駆使して制作されたが、さりげなくブラジル風のアルバムに仕上げられている。このアルバムには、エリック・クラプトンも参加している。ドイツのベルリンに在住。 ハンス・アイスラー音楽大学ベルリンで教弁も取っていたが2016年に辞した。ありがとうございます。